お疲れ様です。弁護士の五条です。今回は東電 OL 殺人事件をご紹介します。この事件は被害者の女性が一流企業に勤めながら街頭で売春の勧誘を行う外商をしていたということでも話題になりました。今回の動画では裁判の争点や各裁判所の結論などどのように裁判が進んでいったのか、また無罪推定の原則について、この2点に注目してお話ししていこうと思います。このチャンネルでは私五条が裁判資料や弁護士としての知識を生かし事件の解説をしています。もしかしたらあなたの知らない情報もあるかもしれませんね。事件が発生した1997年は8月にダイアナ元英国皇太子妃の交通事故死というショッキングな出来事が起こった年です。暗殺論が持ち上がるなど様々な憶測が飛び交う出来事でしたが、メディアでも人気のスターが突然亡くなったことに子供ながらにショックを受けたことを覚えています。私と同じようにショックを受けた方も多いのではないでしょうか。今回取り上げる東電 OL 殺人事件も、真犯人は誰なのか、被害者がなぜ外傷をしていたのかなど、多くの憶測記事や推理記事が飛び交った事件です。それでは早速この事件の概要からお話ししていきましょう。1997年、東電の幹部社員だった女性が渋谷のラブホテル街のアパートで絞殺体で発見されました。彼女が現場界隈で売春行為を繰り返していたという事実も事件にスキャンダラスな印象を与えました。また逮捕されたネパール人の男性が冤罪だったことも大きな問題を残した事件でした。その後結局真犯人は上がらず未解決事件となりました。被害者女性 Y さんは東電に初の女性総合職として入社したエリートです。企画部調査課に配属され、事件当時は国の財政が電気事業に与える影響の分析をしており、特に原発事業の危険性を主張していました。そのため社内では次第に孤立するようになっていったそうです。事件発生時マスコミはそんな仕事上のストレスから現実逃避するように売春行為に走ったのではなどと、こぞって Y さんの二面性をスキャンダラスに書き立てました。 Y さんは現場のアパートの一室を無断で使用して売春していたようで、そこで客と何らかのトラブルとなり絞殺されたのではないかと思われます。警察の捜査により Y さんの死亡推定時刻は3月8日深夜から9日未明にかけてと判明しました。間もなく容疑者が特定され、2ヶ月後の5月20日警察はネパール料理店従業員のゴビンダ・プラサド・マイナリさんを強盗殺人容疑で逮捕しました。マイナリさんは日本に不法滞在していたネパール国籍の出稼ぎ外国人でした。マイナリさんは Y さんの売春客だったこともあり、事件当日に Y さんと現場付近にいたという目撃証言や事件直後に金回りが急に良くなったことなどが嫌疑を告しました。最終的に捜査機関はマイナリさんが犯人であると断定し、強盗殺人の罪で起訴に踏み切りました。刑事裁判ではマイナリさんの犯人性が争点となりました。犯人性とは被告人と犯人の同一性と定義されますが、要するに容疑者や被告人が犯行を行った犯人なのかということです。容疑者や被告人が犯行を行った犯人ではないのに有罪判決が下されてしまうことを冤罪と言います。冤罪は犯罪者に仕立て上げられてしまった人の人生を壊し、取り返しのつかない悲劇を生みます。無罪を主張するマイナリさんに対して検察は、現場で発見されたコンドームに残された体液の DNA がマイナリさんのものと一致し、精液の遺留時期が犯行時刻と符合すること、 Y さんの携帯していたショルダーバッグの取っ手からマイナリさんと同一の血液型物質が検出されたこと、現場アパートの鍵をマイナリさんが犯行前後を通じて預かっており、さらにその鍵の返還時期に関してマイナリさんが同居人と口裏合わせをするなど不審な行動をとっていたこと、犯行前には用意できなかった自室の家賃を犯行後には用意できたことから、事件の前後に何らかの経済的な利益を得ていること、マイナリさんが犯行時刻頃に犯行現場に到達することが可能であったこと、 Y さんとの面識があったにもかかわらず捜査官に対し面識はないという不審な供述をしていたことなど、複数の状況証拠としてマイナリさんが Y さんを殺害した犯人であると主張しました。しかしながら犯人がマイナリさんであることを直接に決定づける証拠はありませんでした。そのため第一審の東京地裁では状況証拠だけでは決め手に欠け、被告人を犯人とするには解明できない疑問点も存するとし、
マイナリさんは無罪を言い渡されます。判決では、現場で発見されたコンドームが犯行の際に用いられたものであるとするには疑問が残ること、現場からはマイナリさんとは別の第三者の陰毛が3本発見されているほか、そのうち1本は Y さんのショルダーバッグの取っ手から検出された血液型と同一であり、マイナリさんの他に犯人となり得る人物の存在が否定しきれないこと、犯行の数日後に Y さんが事件前に所持していた定期入れがマイナリさんの全く土地勘のない場所から発見されており、マイナリさんとは別の人物が Y さんを殺害し現金や定期入れを盗んで捨てた可能性があることなどが理由として述べられています。検察はこれを不服とし東京高裁へ控訴します。東京高裁は第一審とは打って変わって被告人が犯行直前に現場にいたことが証明でき、被告人が本件犯行の犯人であると認められるとし、マイナリさんへ無期懲役判決を下しました。判決理由では使用済みコンドームに残された体液と現場に残された体毛の DNA が被告人と一致すること、マイナリさんの弁解が被害者が交友関係を記していた手帳の記載内容と照合せず、また不自然な変遷もあり信用できないこと、犯行直前にマイナリさんと Y さんが一緒にいるのを見たという目撃証言があることなどが述べられました。東京高裁は第一審判決は証拠の評価を誤ったものであり、さらには事実を誤認したものであるとしたのです。逆転有罪判決を受けたマイナリさんは判決公判時に、神様僕はやっていないと叫びましたが、その願いも虚しく、2003年10月20日最高裁によって上告が棄却され、無期懲役が確定し横浜刑務所で服役することになります。私五条は地裁判決と高裁判決を読み比べて、やはり高裁判決は少し説得力に欠けるような印象を持ちました。日本の刑事裁判制度には容疑者や被告人は犯人として犯罪行為を行ったことが証明されない限り犯罪者として扱ってはならないという無罪推定の原則があります。しかしマイナリさんの弁解が不自然で信用できないことを詳細に検討している高裁判決は、まるでマイナリさんが犯人であることを前提としているような、言い換えればマイナリさんが有罪であると推定しているような、そんな印象を持ちました。高裁判決は無罪推定の原則に反しているのではないかと、そんな疑問を持たざるを得ません。事件の話に戻りますが、マイナリさんの有罪判決が確定した後、弁護団は2005年3月に東京高裁へ再審請求を起こしました。2009年同高裁は弁護団の求めに応じ、改めて DNA 鑑定を行うことを検察側に求めます。そして2011年 DNA 鑑定の結果、 Y さんの体内に残されていた精液とマイナリさんの DNA は一致せず、現場に落ちていた毛髪の1本と一致することが判明しました。血液型も B 型のマイナリさんとは異なる O 型でした。これらの調査の結果、事件当日に Y さんと関係を持った第三者がいた可能性が高いことが証明されたのです。さらに被害者の胸に付着した唾液の血液型が O 型という鑑定結果は、第一審の時には開示されていなかったことが判明し、検察側によってマイナリさんに有利となる証拠が隠されていたのではないかという批判が起きました。2012年6月、東京高裁は第三者が犯人である可能性が強く疑われるとして、再審開始と刑執行停止を決定します。マイナリさんは同日釈放されました。無罪判決後、マイナリさんは在留期限を過ぎていたことからネパールへ強制送還されます。事件発生から15年が経っていました。無罪が確定後、マイナリさんは刑事保障請求を行い、保証額6800万円が支払われました。これはネパールの相場で換算すると約1000年分の年収にあたります。この結果、マイナリさんはネパールで大富豪となったのです。保証金でトヨタのランドクルーザーを購入し、首都カトマンズ近郊に3階建ての家を建てました。2人の娘の結婚費用も保証金から捻出し、残ったお金は年利 12% の長期預金に回し、55歳になる現在も悠々自適の暮らしを送っています。しかし日本で逮捕拘留され、刑務所で服役していた時間は二度と戻りません。マイナリさんは日本で拘束されていた間に実の父親を亡くしており、父親と再会することはついに叶いませんでした。マイナリさんは事件のことを考えると、今でも日本の警察に怒りを覚えると言います。なぜあの時
私の話を信じてくれなかったのか、信じてくれたら真犯人逮捕につながったはずだと。さて、あなたはこの事件についてどう思いますか？